ゴールウェイ伯ヘンリー・ド・マシューは、イギリスの貴族、軍人。元は、フランスの貴族だったが、宗教問題からイギリスへ亡命した。初代ルビニー公爵の息子として、パリで生まれた。1670年のドーバーの密約締結のため、フランス王イ14世と、イングランド王チャールズ2世の連絡役を務め、 オランダ侵略戦争では、チュレンヌ元水の下で戦った。ところが、1685年に、フォンテーヌ・ブローの直令が発令されると、プロテスタントだったことが問題になり、回収を拒んで1690年に、イングランドへ亡命した。1691年に、アイルランド遠征におけるオーグリムの戦いで手柄を上げ、翌1692年に、 アイルランドに所用を与えられ、ゴールウェイ死爵ポーター・リントン男爵に除せられた。大同盟戦争で、イングランド王権オランダ総督ウィリアム3世に、従い大陸に渡り、フランス軍と交戦、1693年のネイルインデンの戦いで撤退を援護している。1697年に、ゴールウェイ伯爵に除爵され、同年から1701年までアイルランドの支配に、 努めたスペイン継承戦争では1704年に、ションバーグ公メーナードションバーグから指揮権を引き継ぎ、同盟国ポルトガルに上陸して、スペイン攻撃を目論んだが、ベリック公ジェームズ・フィッツジェームズに、国境で阻止されてが出せなかった。しかし、1706年にアルカンタラを奪い、スペインへ進出すると、カタルーニャのカール大公バレンシアのピーターバラ博、 チャールズ・モードンともこうして進撃、マドリードを制圧した。だが、フェリペ5世とベリックに、マドリードを奪還されると旗色が悪くなり、ピーターバラの離脱と、兵力分散もあって劣勢になった。1707年4月25日、アルマンサの戦いでベリックに大敗すると、スペインの大半を制圧され、同盟軍の不利が決定的となり、1708年に、 イングランド軍の指揮権はジェームズ・スタンホープに移り、1709年に辞任、帰国した。1715年にジャコバイトによってアイルランドの所領を奪われたため、以後は議会から支給された年金で余生を過ごした。1720年、72歳で死去。独身で子供がなかったため、借位はすべて消滅した。ありがとうございます。